こんにちは、ゆふなつきです。はい、今日は私の毎日メイクを紹介していこうと思います。本当に一押しのコスメばかりなので、ぜひぜひ参考になれば嬉しいです。それでは始めます。はい、それではメイクをやっていきます。下地からやっていきます。まずはこちらです。ちょっと見えるかな。ジバンシーのソワンノワール UV コンパクトです。こちらなんと日焼け止めなんですけど、中がね、こんな感じのパフとクリームに分かれています。これを化粧前に仕込むとすごくね、崩れづらくなるので、なんかファンデーションが浮いてきたりとか、そういうのがなくなるのでおすすめです。あと SPF も40あるので、しっかり日焼け止め効果もあるので、保湿と日焼け止めがセットになっているので、日焼け止めだけ塗るのめんどくさいなって方にも、ちょっとスキンケア感覚で使ってもらえるアイテムになります。ジバンシーのそのコスメを買いに行った時に、そのショップの方におすすめしていただいたんですけど、これは本当に良かった。結構リピーターさんも多いらしくて、結構ね、肌がしっとりします。しっかり保湿される感じ。したら次、下地なんですけど、下地はクレドポーボーテボワールコレクチュール N を使ってます。これも SPF25PA++ なので、ちょっと日焼け止めが入っております。はい、こんな感じです。色がついているタイプの下地ですね。これをだいたい5箇所ぐらいに置いて伸ばしてます。この下地はちょっとお値段するんですけど、本当にね、肌を綺麗に見せてくれるんですよ。トーンアップ効果がすごくて、そしてこれも保湿効果が本当にすごいです。ちょっとこっちだけ今伸ばしてみようかな。ツイッターで見たんですけど、化粧を落とした時の方がなんなら調子いいみたいな本当に美容成分がたっぷり含まれている下地なので、化粧をしている時でも肌がしっかり保湿されている状態なので、本当にね、これはメイクを落とした後も肌が疲れてない感じがして、とってもお気に入りです。やっぱりもう20代半ばになったので、肌全体につけるものはちょっとこだわりたいなと思って、日焼け止め効果が入っているものだったり、保湿効果が入っているものだったりを使うようになりました。はい、以前使ってたね、あの豆乳イソフラボンの下地も、あれも美容成分が入ってたのでとっても良かったです。あと何といってもつけ心地が軽くて、あんまり塗ってる感じがしないのに、本当にね、肌を綺麗に見せてくれます。なのでこれは色付き下地なので、私は最近ファンデーションを使わずにこれだけで済ませてます。はい、じゃあ次、お粉をやっていきます。パウダーですね。パウダーはもういつも安定のキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーのアブルーム1番を使ってます。これはもうね、底が見えてる。これを肌全体に塗っていきます。本当にさっきの下地だけで本当に肌が綺麗になる。で、このお粉でさらに色味を補正してくれるので、本当に本当にこの組み合わせはお気に入りです。はい、ちょっとコンシーラーしなかったなコンシーラーは前の動画でも紹介したディオールです。いろいろコンシーラーを試したんですけど、やっぱり一番カバー力があるのはディオールかなと思います。肌にね、すごく馴染む。ちょっと粉出しますすいません。はい、今下地が終わりました。次、眉毛を描いていきます。この前眉毛ブリーチをしたので、ちょっとだけね、薄いんですけど、これにちょっとだけ足していきます。実は髪色をさらにブリーチして明るくしたので、ちょっとね、眉毛はあんまり濃くなりすぎないように心がけてます。はい、眉毛はアウチアイブロウはキャンメイクミックスアイブロウの9番を使います。ピンクとブラウンの入ったパレットです。この薄い色をまず眉毛全体に伸ばしていきます。意外とね、薄い色で描いてもしっかり発色してくれるので、おすすめです。結構違う自眉をなぞるイメージで
きます。ベタッとなりすぎないようにふんわりふんわり何回も薄く重ね塗りしていくのがポイントです。はい、こんな感じです。これにちょっと濃いピンクをちょっと毛が薄いかなってとこにちょっとだけ埋めてます。で私眉尻眉毛がちょっとね短いというかこっちの方が薄いのでこちら辺を重点的にいつも描いてます。あんまり眉頭にベタっとのせちゃうと重く見えちゃうのでなるべく眉頭は薄く薄く重ねるイメージです。そう、ね、気をつけてないと濃くなっちゃうので、はい、大体こんな感じです。はい、次に眉マスカラをやっていきます。眉マスカラはセザンヌの極細アイブロウマスカラピンクブラウンです。これはね本当に発色がいい。はい、こんな感じの色味です。最近ね眉毛をピンクで描くのにハマっております。なんか意外と馴染むんですよ。明るい髪色にすごく馴染むのでおすすめです。はい、毛の流れに逆らって最後整える感じですね。はい、こんな感じです。はい、今眉毛が終わりました。そしたら次はアイシャドウをやっていきます。アイシャドウはこちらのデイジークのアイシャドウパレットのベージュニットです。15番です。これはね本当に捨て色がなくて全部可愛い。なんかベージュ系とブラウン系のアイシャドウが入っているパレットです。私これピンクも持ってるんですけどピンクもとっても可愛いのでおすすめです。今度紹介します。そしたらまずこの一番薄い色をまぶたと涙袋全体に入れていきます。最近はねあんまりアイシャドウを濃くしすぎないことを意識してます。なんか二重幅とかに濃い色をがっつり入れちゃうと二重幅が狭く見えちゃうのでなるべく薄いカラーで目をこうボワッと大きくさせるイメージでいつもアイシャドウを入れてます。はい、今このカラーを入れてこんな感じです。はい、そしたらここで一旦涙袋を作ります。涙袋はもう本当にこのメイク動画で一番おすすめしたいアイテムなんですけどキャンメイクのアイバッグコンシーラーの02番です。これはね確かピンク味のあるカラーなんですけどもう一個ちょっとイエローっぽいカラーもありました。これが見えるかなこれがなかなかお店でなくて売り切れてるのかわかんないんですけど見つけたら絶対に3本ぐらいまとめ買いしてます。涙袋の一番出てる部分にラインを入れるイメージでこれを引いていきます。本当に多分左右で比べると結構変わると思う。はい、伝わりますか？すごくないですかナチュラルに涙袋を大きく見せてくれるんですよ。ちょっとこっちもやってみます。でなぜこのタイミングでこのコンシーラーをやるかというとこの上にアイシャドウを重ねることによって少しナチュラルになる。今ちょっとはっきりついちゃってるので間に入れて上からアイシャドウをいつも重ねてます。なので仕込みというかそんな感じです。はい、伝わるかな。結構これで涙袋が変わります。ちょっと顔がむくんでて涙袋がなんかぼやっとしてるぼやっとしてる日とか私結構あるんですけどそういう日はもうこれを塗ると涙袋が結構くっきりするのでおすすめです。しかも値段もお手頃なので本当に涙袋メイクに悩んでる方にはぜひぜひおすすめです。はい、さらにここに涙袋の影を描いていくんですけどセザンヌの各二重アイライダーの影用ブラウンです。これは本来は二重幅をこう描くアイテムなんですけど私はこの涙袋の影に使ってます。これを目頭から真ん中あたりまで入れて手でぼかします。はい、こんな感じです。
きりさっき書いた涙袋がさらにこれでくっきりします。すごい本当にこの2つはおすすめです。2本買っても1000円ぐらいかな、セザンヌとキャンメイクなので。本当におすすめです。コスパいい。しかも意外と減らないんですよ。がっつり書くわけじゃないので、1本ラインを入れるイメージなので結構ね持ちもいいです。はい、そしたらアイシャドウの続きをやっていきます。 DG クのさっきのアイシャドウを使っていくんですけど、次にこの2番目に明るいカラーを入れていきます。これもさっきと同じ感じでまぶた全体と涙袋ですね。これをねちょっと色重ねるとさっきのコンシーラーが馴染みます。はい、もう自然と涙袋がぷっくり見えます。はい、そしたら今2色使ったんですけど、次はこのカラーですね。ちょっともう使っちゃって柄がはげちゃったんですけど、なんかほんとね、ほんとはラメが入ってて可愛かったんですけど、このカラーを入れていきます。これを目尻から3分の1ぐらいかな、目尻から3分の1ぐらいに入れていきます。あと目頭から3分の1、黒目の上をなるべく避けて塗っていきます。するとね、目がこう、なんだろうな、一回りこう大きく見えるので、黒目の上は明るい色をのせた方が目がね、パッチリして見える気がします。はい、これは薄く涙袋全体に薄く入れます。あんまりがっつりやっちゃうと濃くなっちゃうので。そしたらこちらのキラキラの一番上のキラキラのカラーをこのまぶたの上の、まぶたの上じゃない、黒目の上の部分に入れていきます。さっきアイシャドウをのせなかった部分にのせていきます。こんな感じです。見えるかな。はい、でこれも下まぶた全体に入れていきます。キラキラとあまり派手にならないのでポイントでラメを入れてます。はい、そしたら次下まぶたのメイクをやっていくんですけど、さっきのアイシャドウのこの真ん中のカラーを使っていきます。これを&B の、私はこの&B のアイブロウブラシかな、これアイブロウブラシでいつも描いてます。これのちょっと短い毛の方で描きます。しっかり腰があってすごく描きやすいです。これを下まつげを埋めるイメージで入れていきます。これもそんなに濃くないので何回か重ねて入れていきます。こんな感じです。ちょっとね、目がはっきりした気がする、はい、こっちもやっていきます。私下まつげがちょっと少ないのが悩みなので、これをやることによってね、ちょっと下まつげは多く見えるというか影ができるので目にボリュームが出ます。そしたらこの下まぶた3分の1らへんから三角形に埋めていきます。なんかさっき描いたラインの延長線上になるイメージでこう横に横に伸ばしていって、その上の部分もちょっと埋めるイメージです。こうやって延長線上に引いていって、この三角形のところを埋める。すると自然な影ができるので目の幅が大きく見えます。右は結構いい感じ、この自然な影がポイントです。はい、できました。そしたら次にこの濃い色、下の濃い色を使って
って黒目の下だけちょっと濃いめに入れていきます。ここですね、黒目の下。前の動画でも紹介したんですけど、黒目の下にアイシャドウかアイラインを入れるとちょっとね、黒目が大きく見えます。この目の延長線上にラインを、目の延長線上黒目の下にラインを入れることによって黒目がね、ちょっと大きく見えます。そしたら次にアイラインをやっていきます。アイラインは最近私目尻だけ引いてます。目尻はこの延長線上かな、あんまり目というよりは目の延長線上に薄く伸ばすイメージで、さっきの三角形というか延長したところにつながるイメージで引いていきます。はい、こんな感じです。最近は跳ね上げずにこうやって下げ気味で引いてます。そして黒目の下にもちょっと入れます。はい、今黒目の下にラインを入れました。こんな感じです。アイラインはこの目尻とこの黒目の下の部分です。はい、そしたら次はチークをやっていきます。チークじゃないや、マスカラをやっていきます。最初にビューラーでまつげを上げていきます。前も紹介したこれはマキアージュのビューラーです。全体を挟んでこうやってなるべくカールをきれいに、まぶたにこうビューラーが食い込むみたいなイメージで上げていきます。あんまり根元だけグイってやっちゃうと直角のまつげになっちゃうので、なるべくちょこ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 って段階を踏んで上げてあげると綺麗なまつげができます。上がったかな。はい、こんな感じです。そしたらマスカラをしていきます。マスカラはロム&のフィックスマスカラ L02 番です。このカラーが本当に可愛くて、こんな感じの色味です。アッシュグレーっぽい、ブラウンでもブラックでもない絶妙なカラーなんですけど、この持ち手の色と同じ感じなんですけど、これをまず上まつげにつけていきます。上は一回こうスーッと自分の好みの長さになるまでまず塗っていきます。本当にこのロム&のマスカラは多分今見てわかると思うんですけど、ダマになりづらくて本当におすすめです。コームいらず。私結構マスカラをこう綺麗に塗るのが得意じゃないんですけど、これは本当に初心者さんでもすごく使いやすいアイテムかなと思います。あとね、カールキープ力もしっかりあるので、夕方になってもしっかり上がったままです。ただボリュームが出るタイプではなくて、本当に綺麗に長く見せてくれるタイプのマスカラです。はい、今塗り終わったんですけど、これをさらにブラシを縦にして軽く束感を作ります。最近ピンセットとかでまつげをこう束感出すのが流行ってるんですけど、私はもうブラシで軽くこうちょんちょんとやってお気持ち束感を作ってます。はい、するとまつげに結構ボリュームが出るので、これやるだけでもちょっと変わる気がする。はい、こっち側もやっていきます。ブラシだけで難しかったら手でちょっとねちょんちょんってやってあげると意外とね大丈夫です。意外と大丈夫ですってちょっとよくわかんないんですけど、ブラシでちょっとダマっぽくなっちゃったなって時はこう手で調節してあげるとうまくいきます。しっかり目尻まで。はい、こんな感じです。これは本当にピンクメイクにもオレンジメイクにもすごく合うマスカラだと思います。カラーが絶妙で本当に可愛いです。繊維が入ってるタイプなので綺麗に伸びるのかな。おすすめ。
したら下まつげもやっていきます。下まつげは私本当に少ないので最初から縦で塗っていきます。これはちょっとね慎重にやらないといつも下まぶたについちゃうので頑張ります。こうやって縦に縦にこうやって縦に縦と横を交互にやりながらいつも伸ばしてます。はい、こんな感じです。結構下まつげやると変わる気がする。どうでしょうか。バッチリ。はい、そしたらチークをやっていきます。チークはこの前の購入品で紹介したクリニークのチークです。フィグポップというカラーです。これを太めのブラシにとって黒目の下と鼻の横の位置に入れていきます。ここを中心にして周りにぼかしていくイメージです。私はいつもチークちょっと塗りすぎちゃったなっていう時とかは上からパウダーを重ねたりしてなじませます。はい、こんな感じです。そしたら次は。シェーディングだシェーディングをやっていきます。私が使っているのはキャンメイクのシェーディングパウダー05番です。これはブラウンというよりはグレーっぽい感じのシェーディングです。こちらをもう付属のブラシにとって顔の周りを全体的に、あとこのフェイスラインのところとかに影をこう入れていきます。これはね、こうなんかザザザッと気になるところにこのね、顎下らへん、顎下らへんはこのなんだろうな、ここをシュッとシャープに見せてくれるので結構ねやった方がいいかも。ここが一番シェーディングのポイントかもしれないです。横から見た時にこのね影がくっきり見えるのでここはちょっと薄く重ねて重点的にのせていきます。私は最近最後にノーズシャドウをやってるんですけど、このシェーディングでやっていきます。以前は筆とかで描いてたんですけど、最近はもうこの太いシェーディング用のブラシで描いてます。これが意外といい感じになるのでちょっとやってみます。この目頭じゃないや、この鼻の付け根のところにまずポンポンポンと入れていきます。これだけでも結構わかりますかね、ここの溝ができました。したらこれをちょっとぼかしてこの小鼻全体にも入れちゃいます。小鼻をもう小鼻ごと影にしてます。がっつり塗ると変になっちゃうので薄くこれも重ねていくのがポイントなんですけど、伝わりますか。もうねこれだけで鼻がちっちゃく見える。今こっちをやったんですけど、こんな感じです。こっち側もやっていきます。本当にこれは失敗がない、あんまり濃くついちゃう心配もないし、本当に小鼻に塗るだけ。小鼻を中心にちょっと上の方もね気になるとちょっと上まで描いてあげてもいいかも。一直線まではいかないけど小鼻との鼻の付け根を中心に真ん中もちょっとだけ。はい、こんな感じです。本当にナチュラルなんですけど、やるのとやらないのでは全然違うのでぜひぜひやってみてください。はい、そしたら鼻の縦ラインだけ描いていきます。鼻の縦のラインはいつもこのケイトのスリムクリエイトパウダー、これはあのノーズシャドウとかあのシェーディング用のパウダーなんですけど、この白い方のカラーを鼻筋に縦に1本入れていきます。細く1本、あとこの付け根あたりにちょっとね多めに塗って、あと鼻の先もねちょっと多めに、鼻の付け根と鼻の先に多めに塗ってあげるのがポイントです。一番高く見せたいところ、こんな感じです。じゃあ最後にリップをやっていきます。リップはラカの108番ソルティを使っていきます。はい、こ
こんな感じの色味です。これはティントタイプなんですけど、色持ちもすごくいいのにあまり乾燥しないので、ティントが苦手な方にはすごくおすすめです。今全体に一度塗りしました。重ねてもね、すごく可愛いです。ちょっと濃くなるんですけど、はい、こんな感じです。最近マットのティントとかが多いと思うんですけど、これはうるうるしてるタイプのティントですごく可愛いです。それではヘアまでやっていきます。はい、今ヘアセットまで終わってきました。今日はね、ゆるゆる巻きです。前髪もちょっと最近薄めにしております。はいハイトーンにしてから結構使うコスメも変わったので、ぜひぜひ参考になれば嬉しいです。あと明るい色のコスメが多いので、春メイクにもぴったりかなと思います。はい、というわけで見てくださってありがとうございました。